作戦バレてるんですよ、ウエストランドさんの作戦は。大きい番組とかほんまに呼んでいただいてるので、なんとかがむしゃらに向き合ってるっていう状態です。はい、ちょっとマネージャーがスケジュールの組み方でテンパってるっていう状態なんか大阪芸人に対するこのバリアみたいなのがすごいというか、ネタの中でもなんかエスカレーター逆やとか、もういいよみたいに言ってるけど、言ってへんわもう。お大阪のお笑いが一番なんだという価値観、もういいよ言うてへんわもうそれまだ言うてんのそっちやん。やめてください、こっちは何も言うてない。もう作戦バレてるんですよ、ウエストランドさんの作戦は。朝絶対僕らの方が似合いますからね目覚ましも絶対僕らの方が似合いますからね。ほんまにそうですよ、絶対やから。はい、見てください、このもう出社しそうな服装今から出勤するやつでしょこいつ今僕らの方が似合ってるんですよ。そういう似合い方で、そうですよ、そういう似合い方で、はい